はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次はさえなお先生ですね。面白いご発表ありがとうございます。質問させていただきます。1番、授業中学習者の間違いはすぐに直さなければならないかどうかなんですが、村上先生自身はどう思われますか。で、あと2番目は、外国語教師はユーモアが必要だということは大賛成ですが、私はどちらかというとユーモアができない方です。私も一緒です。どうやってユーモア感を作ればいいでしょうか。先生、私もこれがとても知りたいんですね。ぜひぜひ教えてください。私も教えてほしいですね。間違いをすぐ直すかどうかですが、私はどちらかというとコミュニケーションを目標としている。コミュニケーション通まずは通じたらいい、意味が分かる、相手に意味が分かる、そういったところを大切に思っているので、全部正しい差を直すということはあまりしないかなと思います。ですがどうですかね、皆さん、インドネシアの先生の皆さんは割と、ね、正確なことが大切と思っている先生がいるので、すぐ直したくなりますか。あ、この学生は間違ってます、違いますよと言いますかね。はい、あ、私でも そこがなかなか難しいですね。基準はどこまで どうやって、これがもう直さなくても大丈夫、これは直さなければならないという基準が時々なんか難しいじゃないかなと思うんですけども、先生どうでしょう。まあ、よく言われるのがローカルエラーとグローバルエラーというので、少しのミス、意味が分かるミスは、まあ、あまり厳しく直さなくてもいいですが、意味が分からないミスですね、意味が分からないミスというのは、まあ、直してあげる。その直す方法も、あなた間違っていますよと直すのか、ナチュラルに直していくのかという直し方もありますね。でもそれで学習者が、あ、先生たくさん直してください、ちゃんとはっきり言ってくださいという学習者がたくさんいたら、いいと思います。違いますよ皆さんと直してもいいのかなと思います。それはやっぱり、相手ですね。そのどのような人たちに教えていくのかで、先生たちも教え方を少しずつ、ね、変えていったりするのがいいのかなと思います。ではい、ユーモアとかはとても必要ですよね。学生のブリーフを知るのがとても必要ですね。はいはいはい、そうですね。そこがもしかしたら魅力の一つかもしれないですね。はい、ユーモアですが、ユーモアです、はい、まず、ザイナル先生、それを自分で分かるというのは、はい、すごくいいポイントなのではないかなと思います。自分はユーモアがありませんというのを自分で知っていることは、はい、すごくいいことかなと思います。で、ユーモアのある先生、ぜひユーモアどうやって身につけましたか。先ほど、ね、ユニ先生がね、ユーモアがありますとおっしゃっていましたが、どうですか。どのように、ね、ユーモアをつけていったか。これも、ユーモアがある先生がいい先生ですとか、ユーモアがない先生が悪い先生ですということではありません。それは自分の個性ですので、それを学生に合わせてユーモアが必要だと思えば、ちょっと頑張ってユーモアを出してみたりしていくのがいいのかなと思いました。はい、分かりました。これからユーモアを、はい、ユーモアをしていきたいと思います。本当にありがとう、勉強になります。はい、ありがとうございます。ぜひなユーモア研究にしましょう。あ、そうですね。さやばの人にパターンたんかりにみんなでユーモア研究です。ありがとうございます。わかりました、ありがとうございました。